ちゃいちゃん、女の子なのにだらしないよ。だらしないことないよね。今のカリンちゃんと同じ高箱座りだよね。そうかな。うん、カリンちゃんそうなの。高箱座りというのはこう左に行ったりこう右に行ったりするんだよね。また左に行ったりするんだよね。これが高箱座りなの。絶対違うよ。ある程度慣れてくるとこう左、右、左、右と行けるようになるよね。<laughs> それちゃいちゃんだけ。